現役プレイヤーも戦慄するほど、やはり、令和の怪物はただものではなかった。11月12日、フジテレビのスポーツニュース番組、スパーク、内の、現役選手100人が選ぶスピードボール部門、でロッテの佐々木朗希がトップに輝いた。常時160キロ以上を超える速球が武器の剛腕は、今年3月のワールドベースボールクラシック、WBC、で侍ジャパンに選出。第3戦のチェコ戦で先発登板し、3回3分の2を投げに安打1失点、自責点0、で8三振を奪い、勝利投手となった。シーズン開幕後も好調をキープ。4月28日のオリックス戦、京セラドーム大阪、では大谷翔平、現ロサンゼルスエンジェルス、に並ぶ、プロ野球日本人最速タイとなる165キロをマークし、球界の歴史に名を刻んだ。7月に左脇腹の肉離れで戦線離脱したが、9月10日に復帰。ニューヨークヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM らメジャー関係者が視察する中、最速161キロを計測。元気に右腕を振った、3回2安打1失点、2奪三振。侍ジャパンのチームメイトとして間近で剛腕を見た山田哲人、ヤクルトは、普段はそんなに思わないですけど、これはやばいわと思った、と号泣に驚愕。同じくヤクルトの主砲で昨年のセリーグ三冠王の村上宗隆は、佐々木の速球をピストルみたい、と高く評し、今シーズン鳴り物入りで日本球界入りした元メジャーリーガーのトレバー・バウアー、横浜 DeNA も22歳の若武者を強く推した。番組に出演したプロ野球解説者の藤川球児氏は同投手の特徴である手足の長さに注目。存分に活かしている。無賃のように投げている、と絶賛。さらに、自分の体をコントロールする力が、ものすごく高い、と運動神経の良さも付け加えた。今季は7勝4敗、135奪三振、防御率 1.78 と2桁勝利は逃したが、一段と進化を遂げた佐々木。早期のメジャー入りも期待される中、来季も剛腕から投じられる速球から目が離せない。